はい、それではね、ループメーカーの続きをやっていこうと思います。もう4年目ですね、これで。4年目の何月で終わるかちょっとわからないんですけど、もう多分あと1年、で、ゲーム、何かしらのエンディングは見れると思うんでね、ちょっとその辺を見越して、いろいろ考えながらね、やっていこうと思います。今のところパラメータはこんな感じ。体力、統率、武力、知力。知力も500、もうちょっとでマックスなんで、まあまあ、知力マックスにして、あと魅力と政治あたりちょっと頑張って上げていこうかなと思います。統率、どうなんだろうね。政治かな。まあちょっとそっちを上げてみようと思います。統率はちょっと置いとこうかな。武力もまあこのままでいい感じでいいかな。で一応、絆はね、トータクはマックスになって、曹操はちょっと一回、イベントがあったんで30増えてますけど、まあこのあたりがどう響いてくるかですね。よし。じゃあ、まあお金はあるんで、90でしょ？政治、修行しても4、1回で400だから、1年、毎回やっても多分お金は尽きないと思うんでね。よし、じゃあ依頼、個人指導と、鍛錬で政治にしよっか。で、休息にしよっか。政治は誰が教えてくれるんでしょうね。よし。あ、準優ね。準優。すごいね。知力と政治が。まあ、政治はどこまで上がるかですけど。統率は、下がんの？あ、どっちなんだろう。統率、何も出てこなかったけどね。はい、まあ休んでおります。よし。さあ、10月ね、どうしようかな。189でしょう。微妙だな。知力はもうそのまま上がるとして、あの衣装を変えよう。服や、これ何が上がるんだったっけ。あー、そっか。魅力じゃない、疲労が減少する。こっちは買ったんですよ。あ、こっちじゃない、これが今着てるやつか。チーパーを見てみる。お金無駄遣いしとく。無駄遣いしとくか。一応もう全種類見ちゃいましょうか。よし、勝った。で、押し入れ。これ。あ、チャイナ服か。チャイナ服のことか、チーパーって。何なのかなと思ったんですけど。伝統の衣装は素敵ですね。いいえ、未来の衣装なんでしょうか。あ、この時代にはこういう服はまだ着てなかったのかな。まあ、確かにでもなんか似合ってる感じはしますよね。まあでもこれを着て、これが魅力増加なんで、ね、まあせっかく4000ゴールドで買いましたんで、この服。一番高いから。まあこれ着とこうか、今年はね。よし。で、魅力が上がる、あれってあったっけ？道具。これは？これ疲労回復でしょ？統率が上がる。要は知力が上がる。政治が上がるか。そっか。視力が、まあ、これはもうあれ仕事してたらすぐ上がりそうだね。よし。じゃあ、依頼、個人指導。農業をするとね、魅力が下がっちゃうんで。鍛錬。で、政治。で、休息。まあ、この辺で、こんな感じでやっていきましょう。もう言うてる間に多分マックスになりそうだね、知力はね。
6ぐらい上がりますもんね、大体ね。はい、うん、結構さ、呂布が真面目に受けるようになってきてるよね、ちゃんとね。性格が変わってきた。なんかイベントの発生率とかが違うのかな、このお金あげて休ませるときとそうでないときとあるけど。よし、じゃあ、依頼、個人指導、政治、もうこんな感じでどんどん進めてみましょう。もう多分マックスになりそうだね、これ。500になりましたね。OK。はい。政治、うん。15か、上がるの。100、200ぐらいはいくかな。あんまりさ、なんていうのかな。イベントってないね、これね。なんていうのかな。あ、って言ってたら。聖域の人たちってほんと変なの起きてるんだね。聖域ってどういうことなんだろうね。西の方、ヨーロッパとかそういうことなのかな。これって何の服だっけ？メイド服か何かだっけ？あ、ちゃんと。メイド服、メイドはあれなんだ、韓国語でもメイドって言ったね、今ね、うん、その服もよくお似合いですよ、宝泉様、うん、似合ってる、うん、あ、これ着てる服によってこういうあれか、セリフイベントがあるのか。そう見せてられると、らっしゃると、まるで綺麗な聖域の美女のようですよ、うん、私が綺麗だって、うん、なんかね、こんがらがってきますね。リョフってすごい、ね、男のイメージですけど、こういう展開なんか想像できないですね。変なこと言わないで気になるか、うん、リョフの魅力が上昇しました。はい、まあまあいいでしょう。リョフ魅力をちょっとずつ上がってきてますね。知力マックスなっちゃったしね、どうしようかな。で、依頼、これは、これは政治がプラス、これをやろっか。どうしようかな。訓練は統率が悪い、これが魅力、うん。宿屋の仕事していたら商人たちとなんたらなんたらちょっとわかんない。こっちは体力が下がるんだよね。で、魅力は上がるね。どうなんだろうね。これは、陰陽がめっちゃ、良くないことが起こる。どうしようかな。ちょっとイベントリー初期化して、じゃあ、依頼。こっちある？と、どうしようかな。訓練。いや、どやにしようか。もうちょっとこの二つやってみましょう。どれぐらい成功するか。うん、はい。これは艦長の順位よね。機嫌が良くない。うん。93だからね。まあまあ、でも働いてる時もある。うん、はい、4回成功か。微妙だね、宿屋の旦那。はい、疲れた、うん、こっちはダメだな、まだそんなに、魅力上がるけど恐怖を与える相手は客より敵の方がよくありませんか。まあ、向いてないよね。でも魅力は上がるね。
疲労めっちゃ溜まったな。慣れないことしたらやっぱ溜まるんかな。ゼロになるか。ああ、ゼロにならないもんね。よし。じゃあどうしようかな。まあ、政治はこれで上げつつ、こっちか。まあ、魅力はちょっとまだ難しそうなんで、こうしようか。うん。まあお金なんとかね、最後にまでまあ持てばいいでしょう。うん。サボったがまだ増え、まあ、ちょっと疲労が高いんでね。うちは政治5ぐらいしか上がらない。これぐらいならゼロになると思います。うん。よし。まあでもやっぱりさ、あの武術大会とかが3回連続で優勝してるっていうのは結構大きいよね。お金の面に関してはだいぶ余裕持ってできるね。政治をじゃあちょっと頑張ってあげていきましょう。はい。まだサボった方が多いね。まあでも政治が上がってくると成功しやすくなってくるね、うん、よし、しっかりしっかり。8月1193年の8月で終わるのかな。どうなんでしょうね。董卓さあ果たしてどんな結末が待ち受けているのか。あ、まあ第1回目なんでね、まあ、奴隷が来ても初めてのことなんで。もう回復してるよね。魅力上がって、知力と体力はもうマックス。うん、政治も130まで上がってきましたね。平井。よし。で、鍛錬、政治、休息。そろそろノーミスできるかな。あー、サボった、疲れた。もうちょっと、8回成功したね、うん、よし。授業料がね高いですね。うん。お、上の段階にきます。ただしちょっと費用が上がっちゃう。さあ、疲労はゼロになりました。うん、特にイベントは起こんない。もうどんどんやっちゃいましょう。依頼、こっちもレベル上がってほしいな。鍛錬、50か。まあ50だったらいいか。休息、うん、もうでもノーミスに近づいてくるんちゃうかな、これも。うん、お、いいじゃんいいじゃん。200か。200、もらって、まあ、大体500くらいだから、もうあとでも4ヶ月ぐらいだもんね。金が持てばいいからね。5月でしょ。5、6、7、8だ。あと4ヶ月だから。違うわ。設定、依頼、
こんな感じでいいでしょう。うん、おパーフェクト200ぐらい、うん、数字がどんどん上がってます。200ぐらいまでは上がるかな、この調子だと。うん、よし。イベントさ全然なくない？あ、言ってたら来た。あ、炎症が来た。わ、言ってたら来たな。はい、もしかしてあなたが、天下一の飛将と言われる呂布宝泉ですの、うん、飛将っていうのがなんかあの優れた武将っていう意味らしいですね。うん、私が呂布だけど、うん、ほほほ、ごきげんよう。こういう喋り方なんだね、炎症はね。私は中軍行為の、炎症本所、私の名前ぐらいは聞いたことがありますわよね。うん、宝泉様の活躍についてはいろいろと聞いていますが、菊に上昇と親子の縁を結ばれたそうですけども、なんてもったいないことかしら。何言ってるの。当上昇がどのようなお方なのか本当にご存知じゃないとは思いませんが、私だけしかいませんから、ん、私だけしかいませんからかな、うん、する話ですけど、彼は清涼の下品な軍閥出身ではありませんの。そうなんですね、あの董卓は、まあ、ちょっと田舎者出身の、まあ、言うたら成り上がりみたいな感じなんですね。うん、そのようなものが、他の高貴な者たちを押しのけて上昇になるなんて。上昇っていうのはなんかまあ言うたら総理大臣的な感じでしょうかね。うん、その牽制が長引くはずがありませんわ。うん、あんた今私のお父さんを侮辱してるわけ。お、そうだ、イカレリョフ、切ってしまえ、切ってしまえ。あ、当然違いますわ、私は事実を述べただけですもん。宝泉様も最近政治学を学べていらっしゃると聞きましたけど、ならお分かりになられるのではなくて、うん、そう、菅の大臣たちが東条氏を見る視線がどのようなものなのかを、うん、私には宝泉様の立場も分かりますが、無理やり親子となったのでしたら誰も宝泉様のことを責めたりなどできませんけれど、流れを把握する見識を養っていけば、誰が中元の真の主になれるか見えるはずですわ。ほほほ、炎症は去っていった。うん、なんか、知力を上げると曹操が来て、政治力を上げると炎症が来るみたいな感じなんでしょうかね。政治の話してたもんね。ただもうでも終わりだと思うんですけどね、ストーリー。6月でしょ、6、7、8で終わると思うんだけど、日程、会話してみよっか。うん、特に そのゲーム開始から言ってることが一個も変わってないんですけど、うん、あ、ここはちょっと変わったのかな。うん、絆がまあ増えたし。なるほどね。どうしようかな。じゃあ日程。まあまあもう同じようにしていきましょうか。これと、はい。うん。24種類あるからね。どうやって網羅していけばいいのかなとか思うけど。まあなんかそういうチャートみたいなのが出てくるとね、うん、わかりやすいけどね。あとはなんかこのアイテムを持ってるとか持ってないとかで決まってくるんでしょうかね。
7月、もう終わっちゃうよ終わっちゃうよ。もういいのかな。お金は持ちましたね、最後までね。よし、あれ政治はまあ250以上はいくかな。武力よりは強くなりそうですね。うん、はい。OK。よし、8月でしょ。もう多分これで終わりだと思うんだけどね。4年って書いてあったんで、今のところ、パラメーターはこんな感じです、武力200、政治が、まあ、255まで。あと1回できたらあれかな。あ、でも大会があるのかな、ちょっとわかんないけど。魅力と、絆はこんな感じ。炎症と曹操、まあでも曹卓一番だからね。なね、これで首切られるっていうことないと思うんだけど一応大会があって、もう大会いいかなと思うんだけどね。うん、もう同じように過ごしときましょうか、ね、お金は別にいいし、これと鍛錬、政治とで、休息、これでやってみましょう。最後かな、これで。まあ1回ずつね、はどちらも優勝してるんでね。1回、まあ、前線大会2回優勝しましたけど、うん、よし。あ、統率がやっぱ下がるんだ、ちょっとこれで。次回からもっと上の段階に、うん、そうだね、統率が下がるって書いてある。さあこれで終わりかな。さあどうなる。あれまだ続くぞあれまだ続くぞ4年って書いてあったんだけど、普通だね。どうしようかな。一回切っといた方がいいのかな。よいしょ。取り消し。4年でね、一応終わると思ってたんですけど、なんか続く。まだ終わらないので、ちょっともう終わるまで、ガンガンやってみようかなと思います。4年目ですね、今のところパラメータこんな感じ。絆もこんな感じですね。まあ、政治と魅力をまあ上げていく感じでいいでしょうかね。もう武力と統率はもういいかっていう感じ。よし。一回会話しておきましょうか。今日は誰の首を借りに行くの？うん、変わんないね。うん、これ話してる内容はさ、うん、ほぼ最初から全然変わってないですね。はい、まあ、じゃあちょっと、やってみましょうか。もう同じように進めていこうか。鍛錬、政治、休息。はい。まだ続くね。うん、これもレベル2になってほしいな。そうしたら危なかったね。お金全部使い切ってしまわなくてよかったはい、うん、あ、報酬上がるかな。はい、ね、うん、はい、これもレベル3になっちゃったもんね。ガンガン上がっております。いつまであるんだろう。ちょっと待って。
思いっきりタイトルにね、呂布と過ごす4年間って書いてしまったんだけど。お、ん、ちょっと光達先生、こちらの文章ちょっとおかしいけど、光達先生って誰？ああ、純優のことか。へえ、宝仙様、それはですね、うん、これぐらいの差は、些細なものです、見過ごしてもいいですよ。そう、光達先生がそう言うならこれぐらいは無視しても大丈夫なのかな。何、気になるな気になるな。え、てかまだ続くぞ、全然。普通に4年間って書いてあったと思うんだけどね。192年だったと思うんだけど、トウタクが死んじゃうのね。トウタクの政権はすごい短かったんですよね。うん、違ったかな、ちょっと記憶が曖昧です。え、ちょっと、あ、ちょっと待ってびっくりしたびっくりした、いきなりエンディングを見ますかになったんだけど、もう終わりなの4年と1ヶ月ありましたね。はい、終わりですね、これで。よし、じゃあちょっと一応最後に確認しておきましょう。200、まあ政治と、まあ、体力と知力マックス、武力はまあ開始とそんなに変わらず、政治が300、魅力70、絆が、まあ、こんな感じ。あんまりさ、他の武将出てこなかったね。曹操と袁紹が一回ずつ出てきたくらい。うん。どうなんだろう。100とかまでいかないよね、多分ね。まあ、それよりも低かったら、董卓がね、問題やったかもしれないけど。まあ、じゃあちょっとエンディング見てみましょうか。ね、確認。さあ、どうなる。洛陽で過ごして、4年は風のごとく過ぎていった、うん、政治になった呂布はこれからどのような選択をすることだろうか。宝仙様、もう時が来たようですね。まさか私に同人になれってこと？そうです、宝仙様、顔を見ればその人の未来が見えませんか。最近、まだ続く。最近しょっちゅうそんな感じはしていたけど、気のせいかと思ったよ。同人に道は宿命、さあ宝仙様、あなたの宿命を受け入れるのです。ふう、お、同人になった。へえ、殺されなかったね。でも宝仙様、正直に答えてください。それただの勘ですよ引用五行の断りをただなる勘と言えるものか。違うのに、くん怪しいなネタじゃないですか。同時になった後も朝鮮は常に呂布のそばにいたそうだ、うん、同時になった呂布は世の中をさすらいながら多くの人の未来を予言したそうだ。へえ、そういう仙人的なこと、まあ占いする人みたいな感じかな、うん、未来が見えるっていうのは本当にいいことだろうか、よくわからない。未来を話したところで、どうせその未来を受け入れるのは本人たちだよね。エンディング、同人、同人利用権入手、クリアアイテム、ゲームリスタート時にクリアアイテムを保有した状態で始める。同人利用権ってなんだろう、何ができるんだろうね。終わった、あっさりエンディングリポートジョブってどういうこと。宝仙様が、同人になるなんて一体何があったんですか。少し適応できないですね確かにまあ反対って感じですもんね。エンディングリポート、リレーションシップ、あ、一応評価してくれてるんか、うん、朝鮮が一応コメントしてくれるんだね。トウタク様と宝仙様の関係は完璧ですね、うん、宝仙様は、本当に誰よりもお父様を愛していました。これほどまで愛されることができるのはすごいですね。他の誰でもなく、あの宝仙様なのに、うん、
頑張りましたから、お金使いましたから、ファイナル、あなたは娘に愛されながらその娘を立派に育てた父でした。なんかあの、なんていうんですかね、結婚式でさ、お嫁に行くあの娘をなんかなんかこう見送る気分ですよね。あ、終わったかな。これでエンディングですね。はい、一応まあ韓国製の、ゲームなので、こんな感じですね。はい、まあまあね、どうなんでしょうね。あとでも23種類エンディングがあるんで、どうなんだろう。一応あれかな、バッドエンドではないってことですよね。殺されたわけではないのでね。と思うんですけど、まあ、24種類あってどれぐらいがそういうの、バッドエンドかね、まあ、グッドエンドとどういう割合であるのかちょっと分かんないんですけど、うん、まあ、とりあえず4年間終わりましたね。あ、終わった。はい。そしたらね、またじゃあどうしようかな、別のエンディングが見れそうだったらね、またあの動画にして、アップしようと思いますので、その時はね、またよかったら見に来てください。はい、今日のところはじゃあこれで終わりにしときます。お疲れ様でした。